破壊とは、江戸時代の肝心相撲における力士の身分保障の一つ。力士が大名家に家臣として取り立てられて、武士の身分となった。もともと相撲は、武士の間で、戦闘訓練の一つとして盛んに行われていた。そのため、戦国大名の中には、相撲に強い者を家臣として取り立てた大名がいた。徳川時代になって戦乱が遠い昔となっても、その風習は続き、 相撲の実力で家臣となった武士を特に、相撲衆と呼んだ。徳川時代初期の相撲愛好大名としては、前田敏常が有名で、50人の住まい人を抱えており、その居住区は相撲町と呼ばれた。同じ北陸に所領を持つ越前松平家や大浜坂井家との相撲対抗に熱中するなど、この当時すでに実態としては、武芸鍛錬よりも、 大名の娯楽としての要素が強かったと言える。ところが、町人の間で盛んになっていた土地相撲は、老人が参加することによりいざこざの種になり、17世紀半ばに、江戸、大阪などで相次いで金礼が出される。大名の間での相撲熱も必足し、相撲は冬の時代を迎える。肝心相撲は、約30年の間隔を経て17世紀末に金が溶け、 工業は、ますます盛んになってゆく。大名の抱え力士も復活したが、この時の抱えの手段は、住まい人をスカウトする方法から、班内で職業力士を育成する方法が主流になってきた。各地で行われる相撲工業の肝心元にも顔を、通じて、次販の力士を積極的に出場させ、本場所で活躍した力士を正式に抱えとした。力士の立場は、 藩士下の家臣から、藩の看板へと変化していったのである。やがて18世紀後半に肝心相撲の制度が整備、されると相撲人気はうなぎ上りになり、各藩の相撲熱もさらに高まった。有望力士の引き抜き合戦が起こり、各藩の江戸藩邸は、優秀な力士を獲得すべく情報収集に努めた。力士にとっても、当時は、肝心元との永続的な雇用契約は、 存在しなかったため、場所に出場して、さらに安定した生活保障を得るためにも、大名抱えとなるメリットは大きかった。番付表にも自身の出身地ではなく抱えの判明が書か,かれるなど、貴族意識は、相撲部屋ではなく、藩にあった。本場所では、同じ藩の抱え力士同士の取り組みは組まれず、逆に抱えが違えば同部屋対戦もあり得た。力士の貴族意識が、 藩に向くようになったため、肝心元は出場力士の確保のために各藩と交渉を行った。大名の中には自身の立場を重ねきて番付、取り組み編成などにも口を挟むことがあった。肝心元も力士が出場しないことには自身が大赤字を喰らいかねなかったため、ある程度は藩主の要求を飲まざるを得なかった。例えば、肝主側が肝のある 抱え力士の本場所の取り組み結果について、藩の他の抱え力士を介して延々と物言いを続けさせ、肝心元をして、預かりという政治的な決着に誘導するなどの巧妙な圧力を加えたため、勝負時としての公正さ、合理性のない行業となることもしばしばであった。ありがとうございます。